画面の前の皆様、こんにちは、うつおです。では今回も、レジデントイービル2やっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ゲームに戻ってきましたね。では、とりあえずガンパウダーを預けて、この鍵を調べてみましょう。宝石を手に入れましたね。では前回、あまり調べれなかったこっちのオフィスを調べてみましょう。ここまで来てましたね。まだやる気ですね。ハンドルですね。これで向こう側が、開くようになりましたね。先行手榴弾。確か2階に上がった先で使うんですね。ロッカールームのところで
ここ父兄さんのゾンビがいなかったですか？こっちに移動してますね。まさか動くようになってましたね。ではここで、このハンドルですね。これでここの蒸気が取り除きましたね。シャワールーム。あそこで誰かいますね。ゾンビではなかったですね。ここは2階なんで、窓からゾンビが入ってくることはないですね。ガンパウダー。暗いですね。窓が全開ですね。気づいているんでしょうかね。結構な強敵になってますね。さあ、ここはスターズオフィスですね。アカウント認証。
この先に進むには何かキーアイテムが必要なようですね。強化火薬、これで、ショットガンの弾が増えましたね。電池、車内回覧、3桁ナンバー、耐熱金庫、左9、右15、左7、西オフィスですね。もうさっきの一体で勘弁してほしいんですね。ここはダイヤの鍵が必要になるようですね。あ、こっち側鍵を開けて、この部屋ですね、ユニコーンメダルを取った場所。では、道具を置いていきましょう。あ、ここにも救急スプレーありましたね。では一つ置いていきましょう。ここの金庫でしたね、確か。左9、右15、左7。
開けました。サイドバックですね。またさらにアイテムを持てるスペースが増えました。なんかこっちで合っていたようですね。どんどん増えてますね。おっと、どんどん入ってきちゃってますね。ここチェーンカッターで、電子部品、何らかの電子部品ということは、これを組み合わせてですね。
ここはハート。板を打ち付けておきましょう。落ちてくるんですね。ここ確か立花が通り過ぎてたところですが、まさか出ないですよね。ではここの新館、これですね。ちょっと離れましょうね。何か声が。女性に弓に蛇。これですね。ただのゾンビならいいんですが。
一家でしたね。じゃあとりあえず、あ、これ閉まってますね。じゃあ逃走しましょう。お玉はそこには行くことないと思うので、ではメダルもすべて集まったので、とりあえずショットガンの弾を作って、メダルを差し込む。これで脱出路が見つかったんでしょうか。下へ地下に通じてるぞ。行くですね。これで外に出られる。ブランナー警部補、マビ、行きましょう。さあ、マビ。今すぐ病院へ行かないと。俺はいいから。早く逃げろ。捕まって。行くんだ。でもまだなんとかなります。一緒に。もう手遅れだ。俺だってそうしたいさ。だがもう間に合わない。これ以上被害は出せない。あとはお前に任せた。だから行け。わかりました。して地下へやり遂げます。マービン、ここにハンドルがいるようですね。ではちょっと先を探索してみましょうか。
また暗いですね。何か音が聞こえますよ。何か機械のたくさん詰まったような場所に来ましたね。さあロッカーを移動させて、おっと、いいですね。あの目玉を、こっちから来てるんですね。なかなか足も速いので、さあ、ショットガンを置いていき食らってました。まあそんな物騒なことを言われてもね、こっちは死にたくないんで。あら、こっち、
できるだけ距離を取っていきたいんですが、こうなったら倒すしかない。あれ、あ、釣りましたね。本体の方、頭の方を攻撃したら、ひるませることができるようですね。くそ、どこ行った。おっと、後ろに行きましたね。これ倒せるんでしょうかね。弾もあんまりないですよ。待て。
武器が尽きたんですが、どうしましょうね、これ。ようやく倒しましたかね。誰かいるのか。強敵でしたね。さあ、ではこの先に行って向こうの通路がつながったようですね。サイドパック、またアイテムの上限が増えました。はい、では今回はここまでにしたいと思います。いかがでしたでしょうか。今回も、レジデントイーブル2やっていきました。今回は新たな敵と、戦いましたね。リッカー、プレイステーション1版と比べると、明らかに強くなってますね。
一撃の攻撃力かなり強かったです。そして、プレイステーション版でも出た、G 第一形態とも、戦いました。かなり弾薬が突きかけながら、なんとか、倒しましたね。この先、あれだけ強い敵が何体も出てくるとなるとちょっと不安ですが、頑張っていきたいですね。では次回、またレジデントイビル2やっていくときは頑張っていきますので、どうぞご視聴よろしくお願いします。今回ありがとうございました。うつぼでした。